南北戦争中に第三軍団と呼ばれた北軍部隊は四つあった。うち三つは短期間存在したのみである。もう一つがポトマック軍の第三軍団であり、この記事で記述する。第三軍団にはカーニー師団、フッカー師団、エクセルシオール旅団、第二ジャージー旅団や、その他多くの有名な部隊が所属していた。1862年から1863年に、 かけての2年間にわたったバージニアでの一連の戦いで輝かしい記録を残した。第三軍団第一師団の起承第三軍団は1862年3月13日に編成され、軍団長はサミュエル・ハインツェルマン少将3個師団編成で、各師団長は第一師団がフィッツ・ジョン・ポーター准将、第2師団がジョセフ・フッカー准将、第3師団が チャールズ・ハミルトン巡将であった。編成後直ちに半島方面作戦への参加が命令され、ハミルトンの師団は3月17日に半島南端に上陸し、この歴史的作戦にポトマック軍の戦法として進んだ。ヨークタウンの包囲戦では、軍団の戦力は最大に達し、4月30日の報告では総人員39,710人、軽野報64門。 34,633人が戦闘員とされている。4月30日、フィリップ・カーニーがハミルトンに代わって師団長となり、ハミルトンはミシシッピ軍令下の師団長に転任した。ヨークタウン攻略後、ポーターの師団はヨークタウンに止まったが、フッカーとカーニーの師団は撤退する南軍を追跡し、5月5日にウィリアムズバーグの戦いに参加した。この戦闘は、 ほとんど、第3軍団のみが戦い、全軍の損害2239人のうち、第3軍団のそれは2002人に達し、その3、4が、フッカーの師団であった。中でもエクセルジオール旅団と、第2ジャージー旅団の損害が大きかった。5月18日に、ポーターの師団は、第3軍団から離れ、新たに編成された第5軍団へ配属され、ポーター自身は、第5軍団長となった。 第三軍団は、フッカーとカーニーの二個師団のみのとなり、総自民は二万三千三百三十一人、軽野三十四門となった。戦闘自民は一万八千二百五人と報告されているが、実際の戦力は一万七千人程度であった。次の戦闘となった五月三十一日から六月一日のセブンパインズの戦いでは、戦死二百九人、戦勝四十五人、 行方不明91人という損害を出した。損害は主にカーリーの師団のチャールズ・ジェームソンとハイラムベリーの旅団で生じた。6月には新たに6個連隊が加わり、6月20日時点では、総人員27,747人、内兵器が支給された、戦闘員18,428人と報告されている。この中には、 軽野法40門を含む8個砲兵中隊が含まれる。実際に戦闘が可能な兵員数は1万7000人程度と推定される。第3軍団は7日間の戦いの最初の戦闘である6月25日のオークグラブの戦いに参加した。続いて30日にはグレンデール、7月1日にはマルバーンヒルで戦った。一連の戦闘での戦死は五十八人。 戦勝戦21人、行方不明794人、合計1973人であった。最大の損害を出したのは、カーニー士団のジョン・ドビンソンの旅団であり、ベリー旅団の第一ニューヨーク連隊もグレンデールで、大きな損害を出した。ポトマック軍のリッチモンドからの撤退に伴い、第三軍団は、ジョン・ポープのバージニア軍の北バージニア方面、作戦支援するために派遣された。 軍団は8月14日にハリソンズバーを出発し、ヨークタウンまで行軍し、8月20日にアレクサンドリアに向けて乗船した。ボレントンジャンクションには8月26日に到着。翌27日、エクセルシオール旅団はブリストー駅で直ちに戦闘に入った。8月29日には、軍団はクローブトンで交戦した。フッカー師団のクビア・グローバーの旅団は、 戦路土手で猛烈に戦い、銃剣とマスケット銃を梱棒として使用した白兵戦が正式に報告されている。8月28日から30日の第二次ブルランの戦いで北軍は敗北したが、9月1日、カーニー師団はシャンティリーの戦いに参加し、中でもバーニー旅団が目覚ましい活躍をした。カーニーはこの戦闘で戦死している。 一連の戦闘での戦死者は260人、負傷百5 2 5人、行方不明453人、合計2238人であった。フッカーの師団は、ヨークタウンでは1万人を有しており、さらに3000人が補強されていた。ブルランの後、フェアファックス駅での食料配給は2400人分であった。この数字が、作戦の困難さと敵の攻撃の激しさを、 物語っている。第三軍団の戦力は激減していたため、メリーランド方面作戦には参加せず、休養と補充のためにワシントンに泊まった。従って、アンティーダムの戦いには参加していない。11月には再びポトマック軍に復帰した。ポトマック軍の司令官はアンブローズ・バーンサイドに代わっていた。フレデリックスバーグに向かう途中、11月24日に、 ファルマウスに到着、戦闘が発生した12月13日までその場に止まった。この時、フッカーは軍団長から昇進し、第3軍団と第5軍団からなる中央大師団の司令官となっていた。ジョージ・ストーンマンが第3軍団長に就任し、第1師団長はバーニー、第2師団長はダニエル・シックルズが務め、アミエル・ウィップルを師団長とする。 第3師団が追加された。フレデリックスバーグでは、激しい放火にはさらされたが、野戦では大きな働きはしていない。それでも、戦死145人、戦勝837人、合計1184人の損害を出した。損害の半数以上が、第1師団の王土が引き継いだ。1863年5月1日、軍団はチャンセラーズビルに向かい、 第12軍団と共に歴史に名を残す激しい戦闘を行った。第3軍団の総人員は、非戦闘員も含め17,568人であったが、この作戦で、戦死378人、戦勝2,634人、行方不明1,090人、合計4,102人の損害を記録している。三人の師団長のうち、第二師団長のベリーと、 第3師団長のウィップルが戦死した。戦闘での損失だけでなく、4つのニューヨーク連隊が2年の徴兵期間を過ぎて解散となり、ペンシルベニアの1個連隊も9ヶ月の徴兵期間が完了したことにより、軍団の兵力はさらに減少した。このため、軍団は2個師団に再編成された。第1師団長には、デイビッド・バーニー。第2師団長には、 アンドリュー・エイ・ハンフリーズが就任した。ゲティスバーグの戦いでは、軍団はその2日目、すなわち1863年7月2日に、重大な役割を果たした。命令に反して、シックルズは、軍団をセメトリーリッチの指定された防御ポジションから、その1マイル前方の防御不可能な地域に移動させた。シックルズは、周囲よりあや高くなった場所を占拠したかったが、 軍団はその戦力に対しては長すぎる突出部を防御することを余儀なくされた。南軍の2個師団が攻撃をかけてきた時、突出部は事実上破壊され、1日かけて他の軍団からの補強を行う必要があった。軍団は恐るべき対価を払わされた。ゲティスバーグでの損害は、実質1万人以下の戦力に対し、戦死578人。 戦勝3026人、行方不明606人、合計4210人であった。シックルズは足を失うという重傷を負い、軍団長を辞しただけでなく、軍を退役した。バーニーが一時的に軍団の指揮を取った。1863年7月、第2軍団にウィリアム・フレンチの師団が加わった。この師団は、ハーパーズ・フェリーの基地にいたもので。 結成後数ヶ月が過ぎていたが、ほとんど無傷であった。フレンチは、軍団長に昇進した。ゲティスバーグの戦いの後のリーの追撃戦において、軍団の一部、特にエクセルシオール旅団が7月23日に、ワッピングハイトで戦った。11月7日にもケリーズフォードで、小さな戦闘を行っており、バーニーの第一師団が重火を交えた。マインランの戦いでは、 ジョセフカーの第三師団がかなりの損害を受けた。この時の軍団長はフレンチでバーニー、ヘンリー・プリンス及びカーが各師団長を務めていた。マインランの後、軍団はブランディステーションで東映に入った。1864年3月23日、陸軍省は第三軍団と第一軍団の廃止を命じた。廃止された軍団の兵士は第二軍団。 第5軍団及び第6軍団に配置替えされることとなった。この処置には不満を持つ兵士も多く、結果として旧第1軍団と第3軍団の兵士は新しい軍団においても以前の軍団の気象がついた帽子を着用することが認められた。第3軍団の第1師団と第2師団は第2軍団の 第3師団及び第4師団となり、それぞれバーニーとガーショム・モットが師団長を務めた。スポットシルバニア・コートハウスの戦いで第4師団は、第3師団と統合され、モットは、第3師団霊下の旅団長になった。第3軍団第3師団は、第6軍団第3師団となり、ジェームズ・リケッツが師団長を務めた。ありがとうございます。